雷と呼ばれる爆弾が存在するんです。陸地でいうと地雷のようなものですね。そういったものが日本の周りに戦時中のものまだまだ残っております。海上自衛隊の方が撤去をしているんです。海から爆弾をなくす掃除ということなんです。そして463の少し右手前方、一隻お尻向けた船、お分かりいただけますか。千代田という船、こちらの船は潜水艦救難母艦といいまして、潜水艦を助けるための遺跡です。海上自衛隊では未だかつて大きなトラブルは起きておりません。他の国では潜水艦が海の底から上がってこれない、爆発してしまう事故が起きているんです。もしものための遺跡です。では皆様忙しいですよ。次は左側です